エヴァンゲリスタ・プルキニエは、ボヘミアの解剖学者、生理学者。数々の業績を残し、彼の名前は、多くの専門用語に残っている。プルキニエ、プルキニエとも書かれる。ウースチー州、リボホビツェに生まれた。はじめ進学を、ついで、プラハ大学で医学を学び、1819年、卒業した。1823年には、 ブレスラウ大学の生理学教授に任命された。生理学では感覚の研究で知られる。暗いところで赤よりも青に対する色覚が強くなる、プルキニエ現象を発見したのが特に有名である。1823年には触覚に関する論文の中で初めて指紋の分類を行っている。これらの研究は生理学のみならず、 実験心理学の発展にも影響を与えた。ブレスラウ大学では、生理学科、生理学研究室をいずれも初めて設けた。解剖学では1831年以降、顕微鏡を用いて、細胞レベルの研究を進めた。細胞説が出されたのがちょうどこの時代であり、プルキニエも、細胞の発見者の一人である。 組織の顕微鏡観察のために初めてミクロトームを用いた。彼は、鶏卵で核を発見し、また、動物の上皮組織と植物の柔ら組織の類似性に注目して、細胞説に近い考えに至ったが、細胞膜の厚さの差などを重視して、それらを同一のものと見なすには至らなかった。なお、彼の活躍は、同時代の多くの学者に、 顕微鏡の重要性を認識させるのに大いに役立ったとも言われる。1833年には感染を発見した。1837年には小脳に大型ニューロンであるプルキニエ細胞を発見した。また1839年には心臓の防失結節から心室に活動電位を伝える繊維状組織であるプルキニエ繊維を発見した。その他、 角膜など、眼球の構造による、反射像である、プルキニエ像にも名を残している。またプラズマ、プロトプラズマなどの用語の考案者でもある。1849年プラハ大学に戻って、晩年まで研究を続けた。当時最も有名な科学者の一人であった。愛国者でもあり、1848年革命では、チェコ独立運動にも関わった。 ご半生の論文はほとんどをチェコ語で書いている。専門用語のほか彼を記念した次のような名称がある。ブルノにあるマサリク大学は、1960年から1990年まで、プルキニエ大学と称した。またウースチーナドラベムには、ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニエ大学がある。月のクレーターには、彼の名をつけたものがある。小惑星にもプルキニエがある。 プルキニエは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニエを示すのに使われる。ありがとうございます。